我が家はステーキ屋さん。我が家はステーキ屋さん。といったわけでございまして、皆さん。今夜はですね、今夜の隣の突撃隣の晩ご飯といったわけでございまして、今夜はね、こちら、大粒納豆。そして、ステーキ。ステーキは焼肉のタレに漬け込んでみました。こちらね。豚ステーキになります。そして、エリンギと長ネギ。こちらを一緒に焼肉のタレで、追い焼肉のタレで炒めております。そういったわけでね、我が家はステーキ屋さんでした。ですね、今日のニューストピックス行ってみたいと思います。撮影してるのはね、これね、2月の中旬ぐらいなんで、ブルース・ウィルスさんが認知症、家族が公表したということでですね、あのブルース・ウィルスさん、あの皆さんご存知ですよね、アルマゲドンや24、こちらで一世を風靡したあのブルース・ウィルスさん、まだね67歳なんですよね。早いですよね。あのね、主題歌良かったんですよ。 Do I wanna close my eyes トゥルトゥル、取り乱しました。そういったわけでね、あれ、この間ね、あのエリスさんの認知症かなんかになりませんでしたっけ。いや、怖い病気ですね。まあ、家族が公開したのは、まあ、このね、この病気、難病ね、理解して、そしてね、医学の進歩につなげてほしいということでね、公開に当たったということなんですよ。ね、まあ、医学が進歩して、治る日が来るといいんですけど、小池でした。